始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだ。となるとお前の殺しの濡れ衣の晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出して、立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一坪の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一坪の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッスアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な堅気に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。分かった、任せとけ。
安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。これは別に無難に済ませて。おい、金出す。何なんだ。ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う。いや、よくわからんが。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが堅気ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせえ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだよ。やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。
分かってるって。いやでもよお前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。チッ、なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、立花不動産の。なんてやつだっけ。織田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。よ、来たか。待ちくたびれたぜ。おだ、酸が抜けてるぞ。おい、上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか、立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。
どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか？いちいちダダこねんなよ。ま、何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまうやつらのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。ここは二人掛けの席だろうが。ああ、それとも他の席で。当然だ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座に座。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう、なんだ、
何か文句でもあんのか。いやいや、見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったらぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ、悪いね小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だろ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ、ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。
だ。話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子より買ってきてくれ。あ、相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子より買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。キリュウ君、ちゃんと菓子折りは買ってきたか。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに占有屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。
この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。汚ねえな。あなたこんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか。立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち抜いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです。ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手？バックにいるヤクザか。ええ、結局向こうも金が目当てなんだけどよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。なんだこいつら。鈍いねえ桐生君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの占有屋に困ってるんでしょう。ええ、まあね。それ、うちが話つけてあげるよ。
そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところだ。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万合わせて1000万だ。ただで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友屋の辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかい？いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすか分かんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。
全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。片木の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一粒手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする。問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ、何の店だ。ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか、わかった。それじゃまた後でな。それにしても頑固ですね、山野井のジジイは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってね。おっと、てめえ何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つもんねえぞ。おい行こうぜ。はい。山野井さん。おい、しっかりしろ。キリュウさん、お願いしていた仕事
片付きましたか。ああ、そんなことより大丈夫か。病院へ行くか。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか。わかった。すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか。ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいてててて。しかし、一体どうしたというんだ。実は。うちを潰そうとしている連中がいましてね、そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中、もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか。え、桐生さん、どうしてそれを。さっき向かう途中で絡まれてな、山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五輪の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。つまるところ、金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれるそんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、
さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった、そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。だ、失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、キリオさん。
ぞ。女の子どうですか。おお、ちょっと寄ってきません。寄っていきましょうよ。あ、あの、お客さんどうです？遊んでいきませんか？あとそこの、おーい、てめえの全てが向かってくる。後悔するな。ちょっと遊んで
おい、いや、
さん。ん？秘書のマリナです。ああ。ああ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。この金でどうだ。おいお兄さん、一杯飲んでって。おお、
いらっしゃいませ。いや。あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに。行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い。あ、もしかして桐生さん。ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ錦山君。酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。
そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか、ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ほん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ、ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？え？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つーか、カラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。錦山くんすごいプロみたいだったわ。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく、素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。たく、それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。ほんとね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃ。
太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産って言え、こそこそ東洋館に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれおっ、錦。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってな。土下座しろや、土下座。てめえ立場分かってんのか、バイラ。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いな、お前。おれ、やってみろ。早くやれや。
その代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。てめえ、何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。行くぜ。なんで立花不動産にいる？何？わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえやな。俺はよ、風間の頭が橘不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うが、あんたの勝手だ。もうね、ごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだな。あ、立花不動産、もう空の一坪の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。それでも手がかりくらいは掴んでるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい、おめえの目を見りゃ全部わかんねえ。おめえは分かりやすくて本当いいや。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と会わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのが手っ取り早い。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、風間が腹の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。
死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次はおめえの兄弟も始末する。錦絵馬のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。彼の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間がある。立花を渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めろ。獲物は当然お前の首だ。